はい、それでは定例会議始めたいと思いますが、次の大井田記者さんが先週前回最後にやった時は静岡新聞と共同だけだったのに2社しかいなかったよ。山崎さんいてくれたけど、はい、ただいまですね、公明党さんとの二冠二国を開催をいたしました。昨日は自民党との二冠二国、そして本日午前中にはですね、立憲民主党の小川幹事長、笠博文国対委員長との二冠二国で、先ほどは西田幹事長と佐藤国対委員長の二冠二国を公明党さんとやらせていただきました。立憲さんとの二冠二国の内容は先ほどブリーフで話した通りでございます。公明党さんとはですね、3点主に話をさせていただきました。まずは自民党、そして立憲民主党と同様に公明党さんに対してもですね、案件ごと、法案やテーマごとにですね、それぞれ協議をしていきましょうということで合意を得ました。また公明党さんの方からですね、我が党も兼ねてより103万円の壁をはじめとするさまざまなこの年収の壁等には強い関心を持っていたので、ぜひ国民民主党さんと連携をしてこの壁突破の問題についてですね、前向きに検討していきたいという大変心強いお言葉がございました。西田幹事長は壁突破チームとおっしゃってましたが、いちいちも早くですね、この103万円の壁を取っ払って、やはり手取りを増やすということをご理解賜りましたので、しっかりとこれを実現に向けて前に出していきたいと思います。2点目がですね、国会改革、政治改革ですね。政治からの問題は言うまでもなく、さまざまな今国会に問題が山積をしています。先の党首討論では我が党はたった3分ということでしたし、衆議院ではですね、与党が少数になりましたから、それぞれの委員会やそれぞれのハウスの司さんはですね、人事やポスト、こういったものも相当変わってまいりますから、それについてもしっかりと協議をしていきましょうということでございます。で、特にですね、政治改革、国会改革はもう待ったなしですから、いわば公明党さんもですね、ある意味自民党の裏金問題で大きなダメージを受けて、選挙で厳しい結果を受けたとおりですから、公明党さんも積極的にこれをやっていきたいと、年をまたぐことなくですね、年内にしっかりと結論が出せるように教員を与野党でしていくべきだという話もございました。そして最後3点目がですね、投資会談、これも可及的速やかにやりましょうと。ただし公明党さんの新代表がお決まりになるのが今週末と聞いてますので、国会開会が11月11日というふうには流れてまいってますので、国会開会したらすぐにですね、速やかに、公明党の新代表と玉木代表との党首会談をやっていきたいと思います。自民党さんとも当然党首会談要求されてますので、この設定も集約になると思いますが、立憲さんとはですね、もう来週中にでもやりたいと思います。与党の遅くなるのは公明党さんの代表がまだ決まっていませんので、やはりそれをしっかり待ってから党首会談をやりたいということでございます。私から以上です。共同通信の山崎です。はい、どうも山崎さん。公明党とも等距離というか、はい、協議をしていくということですけれども、はい、公明党の場合は自民党も一緒に3党でやるという形なのか、公明党と1対1でやるという形なのか。公明党と1対1です。はい、場合によっては3党でやることもあるかもしれませんが、まずは公明党とですね、1対1、公明党の先生方と話をしてもですね、なかなか自公政権で公明党がやりたくてもできない問題も正直あったと。圧倒的に与党強い、自民党数が多く強いですから。ただこういうですね、少数与党になりますと、むしろ自民党だけの考えは通りませんから、むしろこういったものにとっては公明党さんにとってもですね、公明党さんの政策を実現する、大きな貢献が来たとも言えなくもないですから、ある意味集めた税金を使うのではなくて、働いてしっかり税金を払っているような立場に立って公明党さんと協力するところも増えると思います。はい、これ3党でと考えているところは、どういう項目か関係にもよりますね。はい、
案件ごとです。基礎控除の話については3党でというふうにお考えですか？それはまだその話で出てませんから、今後だと思います。はい、民進の峰と申します。政治改革の関係で年内にも与野党でやるべきだということで、こちらは公明党さんと合意をしたっていう、公明党さんの方からですね、年明けを待つことなく年内でも協議をスタートして、協議に時間のかかるものもありますし、これある意味プレイする国会議員の側が自分たちでルールを作るのではなくて、第三者にしっかりと委ねるところは委ねていくということも大事でしょうから、そういった意味で議論を急ぐということであります。協議の場を設置するのを年内にもやるべきだという、協議の場を設置するというか、協議を年内でもスタートすると、その協議のやり方はいろいろあると思いますから、政治改革のそれぞれの本部長がおります。公明党さんは西田さん、我が党は古川さんですから、つかさで協議をしてやってもらえばいいんだろうと思います。もう一点、その中で例えば政策活動費だったりとか分析費とか、取り組むべき項目についてのお話は当然です。今日も午前中の立憲民主党との二幹二国でも申し上げましたが、ちなみに二幹二国というのは YouTube 見てらっしゃる方や報道見てらっしゃる方、幹事長と国対委員長二人同士なので二幹二国と言いますけども、立憲さんとの二幹二国で申し上げたのも、立憲さんはまだ旧文通費の公開してませんね。やはり野党第一党が率先してこういうこともやってほしいということも私と古川さんの方からも申し上げました。やはり野党関係なくしっかりと透明性と責任、説明責任を持って開示していくということが大事でしょうか。これ各党に申し入れたいと思います。公明党との話の中でも、文通費だったり政策活動とか、具体的な文通費とか生活の話が出てますが、ただ政治改革、国会改革、それを前に出さなければいけないねという話です。皆さん、そういえば今日さ、朝日と同じ文言が読売でも踊ってたね、部分連合って。俺24年間国会議員やったけど、部分連合ってつい最近出てきたんだけど、どう思うかね。立憲とも一周ごと、公明とも一周ごと、維新とも一周ごと、自民党とも案件ごとやるので、別に自民党さんとだけ部分連合するわけじゃないんで、ご理解いただきたいと思います。はい、NHK の岩田です。よろしくお願いします。今おっしゃった公明党とは1対1でやっていくというお話がありましたけど、各党1対1、そのもう案件ごとに1対1であるのか複数であるのかは今後協議次第になると。ものによってはですね、政治改革等々は立憲民主党さんと維新さんとうちで3党でやることもあるでしょうし、いろいろ変わりますね。ですからまさに案件ごとです。はい、個別の103万円の壁の話、年収の壁、国民民主としても強く訴えてきたと思いますけれども、政府側であるとか財務省側からは、財源が、税収が見込まれる、減収が見込まれるということや、高所得者の、優遇になるといった慎重な姿勢を示している意見も出ていますけれども、その点について国民としてそういう発想でやってくるからね、やってきたから30年間もデフレが続いたんですよ。国が税金取りすぎてるんでしょ、それを国民の手に返すんですよ。しかも国民の手に積極財政で減税をして所得を増やす、手取りを増やすということは、それだけ景気が回っていくということでしょう。経済全体のパイを大きくするんだから、税収も必ず増えますよ。もうそういうね、集めた税金を使い側の論理ばっかで済む報道が出るから、この国はずっとデフレが続いてきたんだと思いますよ。今ちょうどね、分岐点ですね。一部ですね、飲食店でまた100円値引きセールとか、値下げ競争が若干始まりだしてますね。これせっかくですね、景気の好循環が回り出したところで、また一部デフレ基調に戻ろうとしてる。長い目で見てですよ。来年の税収どうこうじゃなくて、長い目で見て、この国の経済を上向かせると。所得を上げると。その一番大事な時、最初のアクセルやっぱ力がいるんですよ。車でも何でも。ここで春秋したらね、日本の景気また逆戻りですよ。
ああ、国民の手取りが圧倒的に減って、使えるお金が減ってるんだから。これは待った話です。妥協しないよ。はい。政策協議、具体的な議論は、政調会長レベル の協議が予想されると思うんですけども、それでいいかということと、あと具体的にスケジュール的にはいつ頃から始めるということ。まずは政調、そしてこれは税ですか、税制調査会長、これはセットになると思いますね。ガソリン税の簡素化、値下げもそうですし、この103万円の壁もそうですが、政調だけではなくて、政調、税調、セットで議論するべきだと思います。来年の予算編成に向けて、まさにこれを補正というよりも本予算でしっかりやる問題でしょうから、この問題も年内に議論をしっかりスタートさせて、来年の予算で結果を出せるように、それぞれ政調会長、税調会長、我が党の場合は浜口誠政調会長と古川元久税調会長、このお二人にしっかりと協議に入ってほしいと思います。お金で朝日新聞の松井です、はい、今お話があった政調会長と税調会長らによる103万の壁の引き上げの件ですけれども、自民党側はこうした政策課題について自民公明と国民主党の3党での協議をするというふうに森山幹事長が昨日おっしゃってましたけれども、それは3党でやるという理解でよろしいんでしょうか。まだ分かりません。これからです。いずれ与党が自民公明ですから、最終的には当然両党と議論しなければならないと思いますが、この年収の壁突破についてはですね、自民党と公明党さんでも若干温度差があるようですね。したがってどの順番でやるかは、これは実現と目標達成のために、政策実現のためにどういう順番でどういう会費でやるかっていうのは現場に任せないと。大切なのは103万円の壁等々を突破することです。自立通信の大塚です。今、はい、おっしゃったような、103万の壁ですとかガソリンで、ね、こういったものを実現するために交渉するにあたって、やはり相手は自民党ですから、トリガー協議の時のように、途中でも検討しないというふうになったら困るわけなんですけれども、そのためにですね、やはり今月閣議決定が予定される総合経済対策の中に文言を盛り込むですとか、年末の税制改正もすごくポイントだと思うんですけど、ここまでにこういうものを得たいというような目標ってのあるんでしょうか。大塚さんね、いつも我が党のことを心配してくれて感謝してるけど、あの時と今とは全然違いますから、パワーバランスが。うちが言わなくても自民党さんはやらないと法案予算通らないからね。で、我々はだから無理難題言うんじゃなくて、だから国民が本当に求めている手取りを増やす具体策を提示をされているので、自民党さんはこれに真摯に向き合わざるを得ないと思います。で、我々の情勢が変わったのは、多くの国民の皆さんがこの政策をやってくれという悲鳴にも似た声ですね。だからこそ我が党の議席が4倍になったんですから、数が増えたから我々は上から目線に言ってるんではなくて、国民の皆さんが求めてるから選挙で結果が出たんですね。ですから今まで以上に謙虚に、しかし自民党や公明党さん、そして役所の方々にも、今国民が何を欲してるか、ぜひご理解賜りたいということで、しっかりと交渉してまいりたいと思います。じゃあトリガーの時に、与党が一時期検討していたように、税制改正のタイミングで、引き続き協議するみたいな文言が入るみたいな、そういう濁らせ方はもう許さないということですか。具体的な文言どうこうというのはそれぞれ任せますけど、やらざるを得ないでしょう。だってこれ法が通らないとか予算通らない以上に、野党が本気になって一致結束したら内閣不信任が可決する話だからね。その緊張感は役所の皆様も自民党もよく分かってますよ。はい、あと1点、すみません、今回、主犯指名でも、玉木雄一郎と1回目も2回目も確定でいいことを明言されて、はい、それからどこかと連立を組むこともないということを明言されています、でこれからの党勢拡大を見て、目標としてはやはり参院選が、あると思うんですけれども、参院選も見据えて、今後の党勢拡大、どんなふうに進めていくんでしょうか。年が明ければ、平成の大合併に伴う、ミニ統一地方選挙が各地で始まりますし、極めて重要な東京都議選もございます。そして来年夏には参議院選挙と、
しっかりですね、国政のみならず地方の組織の拡大のためにも党勢拡大に全力で汗をかいてまいりたいというふうに思います。再選でも当然国民民主党として躍進を願う。当然です。すみません、毎日新聞の遠藤と申します。久しぶりです、質問さん。久しぶりです。すみません、先ほど103万円の件について公明党さんも前向きに、はい、国民民主党さんと連携したいというふうにおっしゃったということなんですけれども、国民民主党178万円っていう、まあ、目標を設定されていると思うんですが、公明党さんはそれについてどのようなスタンスをお持ちだったのかということと、公明党さんの103万円さん聞いて毎日さん、わかりました、うん、産経新聞の深津と申します。今日の社説良かったよ、ありがとうございます。国民には猛省を促したいね。本当に、はい、本当ですよ、大きなお世話だ、本当にありがとうございます、はい、で質問なんですけども、本日の会談の中で公明党が103万の壁について前向きな言葉があったということですが、はい、その他のトリガー条項の凍結解除など、その他のこう国民民主党が掲げている重点政策について公明党の方から何か言及などがあったのでしょうか。産経さん、いい質問するね。そうでした。かつて公明党さんはガソリン減税のことを公約に入れてましたということを西田幹事長を自らおっしゃってましたので、この自動車税の簡素化等々についても共にやっていきたいというご発言がありました。大変重要な発言を説明するのは忘れてました。産経新聞さん、ありがとうございます。すみません、もう一点ですね、はい、今後党首会談を行っていくということなんですけども、はい、自民党、公明党、国民民主党の3党の党首会談というようなものは、まあ、行う考えというか話題というんですか、そういうような予定はありますでしょうか。今のところは別々です。自民党さんは自民党さんと、公明党さんは公明党さんとやっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、リーダースの安住です、はい、改めて4倍に膨れ上がったといいますか、すいません、それにですね、加えてですね、今YouTube の報道見てましたら、はい、国民民主党のだけ の同時接続が2万なんですけど、これは多分政治家 の YouTube の配信としては非常に珍しいということで、すごく注目されていると。それだけ玉木人があるということです。それについてどういうふうに、玉木さんのおかげということですか。そうですね、玉木さん頑張ってるし、みんな頑張ってます。はい、でこれのもっと活用といいますか、やっぱりネットでですね、結構やっぱり人気が出てきたといいますか、その政策のアピールができたと思うんですが、一方ですね、民主党、国民民主党に騙されるなとか、あとはなんかまあ、すごくネガティブなワードがトレンドにこう入ってたりもするんですが、これについてはどういうふうにお考えですか。デリプリ打たれるんじゃないですか。こういうことですよ、批判でも何でも注目してくれるっていうのはね。 YouTube や様々な SNS が評価があるっていうのは、実は地上波のテレビとか見ない若い方々やいろんな方々が、それぞれの媒体を介して政治に関心を持ってくれているということだと思いますし、特にショートの動画なんか自分で選べますよね。見たいものをピンポイントで見れると、そういった意味では新聞には新聞の良さがあると思います。横にいろんなものがですね、目に入るから。ただ掘り下げていくときには、やはり今のネットっていうのは若者には刺さるんでしょうし、そういった意味でいろんな形、既存の新聞であるとか地上波のテレビ、BS、CS、まあ、YouTube 等々の SNS、 もうアプローチの仕方がそれぞれ様々変わってきてますから、そういった意味ではあらゆることをやって我が党の政策にご理解いただけるように努力をしたいと思いますし、まあ、伊藤孝恵さんであるとか浅野聡さんであるとか、非常にこういったものに長けている仲間もおりますので、いろんなことを工夫しながらですね、やっていきたいと思います。その一つにやっぱりですね、キャラクターとかそういったところの使い方っていうのはあるんですか。キャラクター忘れちゃいけないですよ。えこれでございますよ、これ。ああ。これ、支持者の方からっていうことで、すいません。
最近立体的になってきましたね。登場の仕方が、はい、これですね、あの玉木事務所経由なんですけど、玉木さんのところが昨日までになられなくて、なんかこれ YouTube でるとバズりますね。これが昨日までのですね、あの、はい、サムイン で、はい、でこれ後ろになんかヤギのあれ、ね、ヤギのさんということになってる。緊張してますね。わかりました。いや私からじゃないですよ、あの支持者の方かららしいんですが。わかりました、はい、ありがとうございます。お渡ししました。はい、フリーの記者の横田ですけども、今の関連の質問で、ね、ハッシュタグ、国民民主党に騙されたというのも立ち上がってるんですが、騙されたっていうのは騙してないよ、まだ。いや、それはだから騙せなんて、支配指名の決選投票で、ね、玉木雄一郎ということを書くということは、石破政権延命させられること、全然違います。等しくてですね、全然違います。なんで野田政権、全然違います。支配指名で野田と書いて政権交代を果たさないのか。まあ横田さんね、玉木さんにもだいぶ絡んでましたけど、国会衆議院だけじゃないんですよ。参議院は140議席与党が持ってるんですね。これ仮にですよ、ずる賢い与党だったら野田さんに総理やらせて一歩も通んないよ。おい、やっぱ野田政権がダメじゃないか、また自民党に帰って安定政権だ。よかったね、参議院あるんだよ。この辺はよくやっぱね、森山さんも参議院出身、公明党の西田幹事長も参議院議員だ、私も参議院議員、出口の参議院議員で野党全部合わせたって108人ですよ。一本も取んないよ。以上。いや、だからそれをなんで選挙中に訴えないんですか。石破政権延命に黙れ。そうなんだよ。ちょっとでは、そうですね。はい。なんで選挙中に言わないんですか。そういうことを石破政権延命させると、自公石破新議案に賛成して自公過半数のあれを目指すと言ってですね、連立にしないと言えば、普通の有権者は政権交代を目指すと思うじゃないですか。国民騙したことになるんじゃないですか。我々はずっと各党と等距離で政策実現と言ってまいりました。政治を混乱させて、それが目的ではないです。政策実現です。具体的に年収が上がらず手取りが増えずに困っている皆さんを、来月の生活に困っているんです。しかって早くでも手取りを上げる、その政策を実現する。それまでです。選挙は選挙で国民民主党を伸ばすように、国民民主党の政策を理解してもらえるように我々訴えたのであって、選挙で野田さんを総理にしますとは一回も言ってませんよ。大きく実現可能性高いですか、野田政権。このことと今日はいい司会進行がいるんだこれ。いやー、持つものはホッタさんなのこれ。どうぞ。ちょっと失礼じゃないですか。ちょっとやらせ記者っていうのは失礼じゃないですか。横田さん、やらせ記者っていうのはダメだよ。それはみんなそれぞれの立場で取材してるんだから、記者に対してね、同業者に対してやらせ記者とかそういうのダメだ。国民民主党の支援者みたいな対応してるんじゃないですか。はい、どうぞ。ここまでだってさ、関係なくなかったの、皆さんさ、いるんだよ。ね、時間もかけ合ってんだよ。時間じゃないんだよ。どっちにさ、常識を守れ、常識を。えらい点かけてよ、これ。日経さん、初登場で見てるなんか。もう来週からやめようかって。はい。はい。朝日新聞の素材です。はい、よろしくお願いします。大阪出身野球部。はい、どうぞ。お願いします。玉木さんがよく会見で、はい、この、選挙結果を受けたこの政治状況についてですね、政治決定プロセスの変化を、起こすタイミングだと。そうですね。先ほどその島さんも、霞が関自民党が真っ青になっているという話がありました。これまでの与党の事前審査制という意思決定プロセスは、変わる可能性があるということも変わらざるを得ないでしょうね。この意義と、その先にどういう決定プロセスを思い描いてられているのか、その辺を伺いますでしょうか。つまりはですね、私何度も申し上げましたが、野党の声は国民の声なんです。というか野党の声も国民の声なんですね。自民党が向いている方々、考えている税制政策、その陰で
それとは違うもとことを求めている国民も実はたくさんいて、だから野党が議席を持ってるんですね。今までは自民党の政調もしくは公明党の政調会議、それをクリアすれば役所の皆さんは議員さんと、あとはなんとかですね、国会の上で衆参可決をするというプロセスに入るんですけども、今度はそうはいかないね。自民党公明党だけでは数が足りないんだから、そこで反対対決だけの野党でも困るけども、やはり対決に解決で、ダメなものはダメだけどいいものはいい、しかしなんでダメだったらそれをどう変えるのか、修正案を提示をしてまた協議に入る。あの自民党公明党さんもあの強引にやることができなくなりますから、そこは真摯に答えるんじゃないでしょうか。新宮本さんどうも。あ、すいません、はい、次の本田君、はい、どうも。うなぎの餌はいいですね。まあ言うとですね、はい、国民民主党が多くなったり、はい、立憲が多くなったりした選挙はありますけども、はい、ずっとですね社会党共産党は減ってますよね、うん、そのことについてどう思いますか。今回ですね、あんまり注目され されてませんが、県庁のはレギュラーが9議席、そして共産党8でしょう。で比例票も相当減ってますよね。令和さん、我々と安全保障やエネルギー政策異なりますけども、やはりなんとか手取りを増やす積極財政、まあ全て一緒ではないですが若干の共通点は見えますね。つまりそれだけ、既存の政治政策で救えなかった声がたくさんあるということが今回表になった。で特に今まで選挙に行かなかった学生や若年層、そういう方々が本当にですね、よく野党が歳出の話をして最低賃金1500円って言うけど、壁が103万の豆だったらすぐ働くのやめなきゃいけないんですよ。ここの当たり前のところに国民民主党がこの上限上げなかったら、歳出上げたって意味ないよねと、手取り増えないよねと、ここに多くの若者が共感しましたし、実は、まあ、堀田さんもご存じだと思いますけど、多くの中小のですね社長さんや小売店の店長さん、レストランの店長さん等々からものすごい激励や応援のメールや連絡があります。これで今まで年末になると人手が足りなくなって大変だったんだと、要求てくれたと。でまたコロナがですね収まってなくて、現場は相当中小企業厳しい中で、ただでさえ厳しいのに借金返さなきゃいけないのに、人手がさらにないと、これなんとかしてくれと、佐賀県の裾野の中小企業の社長さんからもですね大変ご丁寧な手紙があって、今まで自民党を応援してきたけども、まさにここなんだと、中小零細やそこで働くパートさん、この政策はぜひやってほしいと、そのことを自民党さんにもですねぜひ理解していただいて、真摯に議論していきたいと思います。エキサスの人たちはもう 7,8 年前から最低賃金1500円ということでデモをやってましたね。それが今度は実現するということでよろしいわけですかね。最賃も上げることではないですが、103万円の壁がそのままだったらすぐ103万円になっちゃいますからね。それがあったからこそできなかったんですよ。彼らと真面目に付き合ってましたけどね、はいはい、仮にですね103万円ですとアルバイト大体、8万5000円ぐらいなんですね。8万5000円、それが仮に我々の言ってた最賃の上昇率の 1.73 倍まで同じ比率で計算すると178万円。そうすると1ヶ月14万8000円ぐらい稼げるんですよ。これは大きいよ。パートさんにとっても学生にとっても、一生懸命学びたい学生が、最低賃金が上がってさらに物価も上がって、しかし働ける上限が決まっているんですから、これ厳しくなる一方ですね。ここのところが大きなポイントだと思います。はい、いいですかね。はい、では、はい、今日はありがとうございました。